モンスターストライク 3DS やっていきましょう。次回はいよいよね、ラスボスのオブリビオンと戦うんだけど、今使っているモンスターたちがね、とんでもないことになってます。正直このメンバーだとちょっと厳しいかなと思っているんで、今回はちょっとガチャ回します。素材モンスターもね、結構いなくなっちゃって、もうカメさんが本当にいない。うん、さあ回そう。僕最近ちょっとストーリーの方をあんま進めてなくて、ちょっとここら辺周回しててね、ガチャコインが結構溜まってるんですよ。77枚かな。こんだけ回せば、まあオブリビオンいけるでしょ。じゃあまずね、銅のメダルで、たまにちょっとねコメント欄で、ストライクショットが出てんのになんでそれ触れないんですかみたいなこと書かれていたんですけど、僕これあれなんですよ、イヤホンつけてなかったり、音量が小さかったりして聞こえてなかったりしたことがねある。うん、行こう。ちょっと今回はねちゃんとつけてる。さすがに銅メダルで確定出てこないと思うけど、あ、全部素材だね。いい、もう全然嬉しい。カメさんこんなに出てきた。今回も全部素材モンスター、足すカメ、カメ足すカメみたいな、まあこんなもんかな、銅メダルは。おし、じゃあ次銀行こう。銀33枚、楽しいな。もう33回も回せんのか。お、ストライクショット出てきたね。ホルス、フレイヤー、バルドル、お、ユグドラシル。多分今僕持ってるモンスターが貴族性ちょっと弱い感じだから、いいね、ユグドラシル。こいつはなんだろう、最後のやつ。お、ゼウスだね。いいね、ゼウス。銀のメダルで結構、銀、いいんだよね。銀のメダルで結構いいやつ出てくんな。あ、また確定できた。確定出てきた、嬉しい。あれか、一番最後じゃないけど、そいつか。あ、ベートーベンですね、ベートーベン。うん、なんか結構残念みたいな感じで言われてしまうんですけど、僕ベートーベン結構好きなんだけどな。さあ、あと13枚あるのか。ああ、これはダメだね、外した。ホルスだ。銀のメダルあと3回。あ、じゃあ次は金行こう。金も21枚あるからね。レビアタン2体目が、お、お量が出てきた。いいね、お量。金のメダルだと素材のモンスター出にくいね。あ、え、またルシファー出てくんの。これ2回目なんですけど、ルシファー出てくんの。いやー、ちょっとオブリビオンに連れて行きたいけど、ちょっと神化は無理かな。ね、せめて進化の状態で連れて行きたいなと思うけど。
ルシファー出すぎでしょ。ギムレット、さあ確定出てこなかったけど、10回回せば1回ぐらいは星5出てくる感じなのかな、これ確率的に。お、西郷隆盛、一発目から西郷が出てきた。おお、上杉謙信、上杉謙信も出てきたね。めっちゃダブってるけど、サタン、サタンが出てきた。この時点で星5のキャラクター3体だな。いいね、スマホの方もこれぐらいね、星5のモンスターが出てきてくれたら嬉しいんだけどな。アーサー出てくるし、すげえな、なんか。よし、あと1回。なんだこれは。これはフレイヤね。フレイヤ本当によく出てくんな。じゃあ最後は、最後は虹メダル、星5確定。何が出てくんだろう。あ、お寮だダブった、虹メダルでダブるとちょっと悲しいな。お寮をゲットした。あ、ガチャメダルがなくなってしまった。これ多分1日かけて集めたメダルだったと思うんだけどね。77枚、終わっちゃったよ。まあこんだけ回せばオブリビオンいけるでしょう、ね、ちょっとコメント欄で教えてもらったんですけど、結構ザコたちが強力らしいんで、ザコたちね、簡単に一掃できるようなちょっと強力なモンスター連れて行って、ストーリーの方ね、もうクリアしたいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。